そんなことを考えながら俺は、はい、ローキス研修の伊沢です。グレです。山本です。ガレです。これ何の続き、今日はね、AI にクイズを作ってもらいました。伝説の回、はい、すごいね。以前 AI ノベリストというサービスでクイズ作ってもらったじゃないですか、うん、ただまあ、かちゃめちゃな問題文がいっぱいできたと思ったんですよ。小説書く AI だから、うん、こうクイズ作れなかったじゃないかなと思って、今回はちゃんと小説とか書いてもらおう。はい、ルールを説明します。有名な文章を、例えば有名な文学の書き出しとか AI ノベリストに渡して続き書いてもらいます。なるほど。続き書いてもらったとこだけ僕が読み上げるんで、何の続きを書いてもらったのか当ててください。なるほど、ね、正解するとプラス1点、まあ、間違いは適度にやってください。はい、はい、適度に自由めで、はい、思いついたことどんどん言ってください。なるほど、やろう。よっしゃ。今回書き出しの文章を16個用意しているので、じゃあ伊沢さん何番にしますか？え、じゃあね、12番の文章を AI ノベリストに入れまして、続きを今書いてもらいます。あ、シンキングタイム長いね、AI 側の。まあとりあえず読みます。はい、はい、読みます。そんなことを考えながら俺は、俺はぼっちゃん。いや、これは山道を登りながらこう考えた。違う、草枕の、俺ちょっと思った、考えたって言ってるのに、そう考えちゃってるなと思います。伊沢のはぼっちゃん。ぼっちゃん、ぼっちゃん、そうですね。親譲りの無鉄砲でのところを損ばかりしている。そんなことを考えながらみたいなことかな。確かに、うまくつながるね。普通に読める。そんなことを考えながら俺はまたもや眠りに落ちていくのだった。目を覚ますと、そこは見慣れた天井でした。スピードが俺の部屋だ。どうや。なになになにこれ、なにこれ、なにこれ。カフカの変身。残念。あぽいな、とってねえぞ。俺の部屋だ。どうやら昨日はあのまま寝てしまったらしい。ふわー。大きくふわーなの？ふわー。だふわー。ふわー。ふわー。大きくあくびをしながら体を起こす。そういえば夢の中で誰かに会ったような気がするけど、だ夏目漱石夢中や。あー残念。あー夢だ。こんな夢を見た。いや、そんなこと考えながらね。また寝てんだよな。いや、これじゃない、レボンじゃない。残念。夢ならばどれも。あ、こっちの夢だ。梶井元次郎かと思った。米津玄師さん。そういえば夢の中で誰かに会ったような気がするけど、誰だろう。まあいいや、今日から新学期だし、さっさと準備して学校に行くか。そして登校中で終わりとしました。急に学校ものになったら、今回は割と素直な文学作品ですね、うん、ヒントとしては眠りとか俺とか天井とか、あとあくびとか新学期とかですね、何も関係がないです。大体関係ないな。最後の作者は全然夢だと思ってないのに勝手に夢にしてるんですね。これね、AI が考えてるんで、もう一回考えてもらうこともできるんですよ。あー、ゴーストライター、なるべく文体をコピーにして、もう一回書いてちょうだい。読みますね。そう、我が輩はただ…え？我が輩は猫じゃない。正解！ひどい！嘘！ひどい反射やった。ひどいな。俺って言ってたから。おいおいおい、元のやつひどすぎる。今出ている方を読みます。そう、我が輩はただの黒猫だ。しかしただものではない。なぜなら我が輩は野良でありながらご主人様がいて、その方に可愛がられているのだ。おお、すごい。これは結構完成してるね。ということで、福良さん1から16選んでください。じゃあ11番はオルタナ V2 にしましょう、はい、オルタナ V2 って何なの？小説らしい装飾のある文。あー、嫌な予感しかしない。オルタナ V2 で続き書かせます。はまあ、いや、これが AI だということですね。読みます。7.06.1951カッコ S 2021年5月4日20時11分48秒カッコエディット。え、これ米印、この味がいいねと。嘘、サラダ記念日。
7月6日はサラダ記念日。何これ何これ、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日って打って、うん、オルダナ V2 で書いてもらったのがあの、うん、ここよ。あれどう怖っ、怖いでしょ。ずっと同じ繰り返しやん。カレーの日、カレーの日、作んなカレーの日、せめて唐揚げだろ。それもわかんないよ。サラダ記念日のね、由来ね、由来のやつ。あーそっちね。これはわかんなかったけど、2問解いてわかったのはキーワードを聞いて押すゲーム。山本さん何番にしますか。じゃあ10。じゃあ次はこのクリエイティブ、自由な発想と展開。あー怖っ、やば、さらに自由になるんでしょ。っだって我が輩は猫である夢にしてんだもん。確かに。で一人称を書いてる。クリエイティブで書いてもらいました。はい、はい、と大声で叫んだのを聞いたのは私一人ではなかったらしい。おお。その翌日彼は、あらおかえり、あんた昨夜はどこへ行ってたの。おい地獄さ、えぐんだぜ。正解。すげえ。よくやってたな。なんか叫ぶ系でおいってぽいなってちょっと思ってて、おいくってきたかな。あーどこへ行ってたな。地獄を比喩だとちゃんとね理解してるから。なるほどね。これが一番ちゃんとやってんじゃないか。なんでさっきのゴーストライトあるかい。ヤマト、もう一回行こう。よっしゃ。じゃああえて1番行こう。1番読みます。てん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 、芭蕉の句です。古い池や川津飛び込む水の音。正解。場所服をなんか言えば当たるっつ。よく一発で当てたね今。本当だね。場所の服ですって言われたからとりあえず押しちゃったけど。ちょっとね続き書いてもらったけど、こうすごいぼんやりとした説明がずっと続くって。ああ。でも結構ちゃんと書いてる。そうだね。うん。だってさ、場所の服って分かってるもんね。確かに。そうなんだよ。しかもそう、松尾芭蕉の句ですじゃないんだよ。確かに。場所の句。おお。確かにね。言い慣れた人の言い方。じゃあ。伊沢さん何番ですか。はい、唯一の偶数かつ素数である2。じゃあ読みます。うん、だからそろそろお家に帰ろうかなって。そうか、ならまた明日だな。え、あ、うん、また明日ね。それじゃ僕たちはこれで失礼します。お考えください。おお。めっちゃ会話っぽいね。そうだね。となるとやっぱり銀河鉄道の夜の書き出し。残念。では皆さん。では皆さん。会話だよね。会話だよね。だからそろそろ帰ろっかっていう話からの、うん、うん、じゃあ帰ろうってことね。そうだよね。これは木山さんのホームですか。懐かしいな。帰ろうか。もう帰ろうよ。やっぱりクリエイティブで書いてもらった方がいいかもしれないですね。クリエイティブ頼む。クリエイティブマジすごいもん。行ってみます。僕の知っている限りではあれには何か意味があるんだろう。キカハが言った。キカハ、キカハ、もう全部違うけど。俺たちはもう長いこと彼のことをそう呼んでるんだよ。心。残念。違うの。ああ、私はその人を常に先生と呼んでいた。なるほどね。それには意味あるんだなって呼んでるんだよ。確かに確かに。俺たちはもう長いこと彼のことをそう呼んでるんだよ。そしてキカハはウルフに話した。出た。キカハ、キカハ、ウルフはまだ分かるよ。キカハ、キカハ。ゴーストライターでできました。読みます。さあ今度は私が踊る番だよ。まあごめんなさいね、お邪魔をしてしまって。そう言って女主人は微笑した。あなたも踊ってらっしゃいな、パブ。でも待てよ、パブ、パブまた増えちゃったよ。でもその前にお客様にお茶をお願い。お考えください。なんか踊ってるんだけど気づいたら。そうだね、踊ってる。さあ今度は私が踊る番だよってことは、あなたがさっきまで踊ってたんだ。このセリフはめちゃくちゃ重要ですよ。セリフでまあ踊ってるというのはすごく意味があると思います。お、マジか。踊る変わり種ではありますね。あ、そうなんだ。ノベルスで、もう一回書いてくれ。お願いします。お願いします。読みます。さっきから随分と長いこと踊ってるじゃないか。踊るんだ。その言葉を聞いた途端に息視野がピタリと動きを止めた。どんどんね。また増えて鳥持ちの息視野を。息
騎士やえ、あ、そうなんです。あ、いや、別に何でもないよ。オルソラ。おい、新しいやつの名前だけ出すなよ。なんだ、だから、なんせその、あんま日本風じゃない固有名が出てきてんのかな。ねえ、ね、ダンス西洋風の外国人名が入ってそうっていうのは。そうだね、うん、シャルウィーダンス。残念。スローペース、話がそれにくいで書いてもらいました。だんだんそれなくなるぞと、僕が聞く。すると彼女はこう答えたよ。へえ、もう終わったわ。てれ、それで終わりか。そうさ、この話はこれでおしまいだよ。終わった、ね、でもなんか疑問文だったんだね。じゃあ踊り終わりましたかみたいな。おお、確かに終わる大事だこれ。あなたはダンスを踊り終えましたかみたいなことだよ。もういけるよ。クイズよ別に、AI ノベリストとかじゃなくてもうそういうクイズになってる。踊り終えたというのは何、こういう意味のなんかよく言うある有名なフレーズ。何要素はもう一個あるけど、もうこれってのがあります。ちょっと思いつきたい。ここからマジ真剣に考えよう。いや、シャルウィーダンス相当うまいと思うんだね。45秒で何ができる。踊りの良さ入ってるよね。ラストダンスは私と。こういうことじゃないんだよな。歌のね、歌い出しとかもあるもんね。確かに、うん、いや、歌い出しではない。あ、違うんだ。踊り終わりました。ダンスを…え？もう嘘。いい、ちょっと川村さんにじゃあ、メッセージ。この気持ちよさ、みんなメッセージなんだよな。もう答えていいよ。どう？会議を踊るサルドを進ます。違い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 ます。何なんだよ。絶対あったよ。おい、ちょっと今のシーンやばい。絶対あったよこんな。違うよ。なんかこれ絶対あってると思うよこんな。委員会議のね、委員会議だと思ったのよ。フレーズね、踊りのフレーズと言えばあったもん。しかも踊るだし、終わるニュアンスあるし、進まず終わらないってことね。違うんかい。マジでやってると思った。もうさ、正解マインドになった後にもう一回あるから考え直すのだる。なんかジャンルをもうちょっと絞れない。はい、ジャンルはまああの有名なフレーズっていうかな、こう絶対知ってるものだけど別に文学とかではない。あの代わり種一個持ってきましたの。それ寿司屋で言うとメレギです。あでもやっぱ食べたくなるよね。メレギは。踊り字を一字書いた。それだけで踊ここまで書いたんですね。これは踊り字だから。飲まね。うわ、わかった。え、わぁ、これはわかった。え、マジで。え、いや、これはすごいよ。え、これはえ、この大正解だよ。違う、正解だよ。ダメ、もう絶対正解。ほんとに絶対正解。いいですか。はい。ダンスが済んだ。もうちょっと。ダンスは済んだ。いや、疑問文になってないじゃない。あ、もうこっからだけですね。え、だってダンスとする踊ってて、完了していて、どうにもイカのダンスは済んだのかい。正解。今日の一問はこちら。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。概要欄から Twitter、LINE などぜひ登録してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。早かったな、修正。ああ。会議が疑問文。なるほど、だからまさかイカがダンスするわけないから、これはこういう名詞だろうと思って、なるほど。みんないろんなカタカナの名前をしてるんだ。そういうことか。今言えたやつが、いや、そんなことはどうでもいい。なんだ、あれ。おーっと、これはすごい。なんと、あの巨大イカが急に動きを止めました。イカのダンスが済んだ。イカのダンスが済んだ。世界線だ。知ってるフレーズあったな。いい、悔しい。ということで、2点、2点、1点でフライザー勝ち。やったということでね、今日はね、AI ノベリストに文学の続きとかをね、書いてもらいましたけどね。皆さんも分かったものがあったら、ぜひ教えてください。チャンネル登録、高評価、質問、コメント、チャンネル、ツイッターよろしく、さらん。質問にしてください。